ハンス・ヘルマン・ユンゲ、新衛隊将尉・新衛隊将尉とは、とは、ナチス・ドイツ新衛隊の階級 SS、アンター・スター・マフアラーの訳語の一つである。英米の研究所では訳さず、原文を用いるが、あえて訳す場合には、陸軍の階級故障を利用して、SS、セカンドルテナントと訳される。日本語では畜語訳し、新衛隊下級突撃隊指揮官。 SS 招待長と訳される場合があるが、実際に突撃隊でもなく、招待を指揮する、指揮官でない場合が多く、表意文字文化に慣れた読者を混乱させる。また、ドイツでも最近の研究所では、陸軍の階級故障を併記している。当時のドイツには10万名もの親衛隊将員がいたと言われる。親衛隊特務総長の上、親衛隊中尉のもとに位置する。 アンタースターマフアラーは、新衛隊のみで使われた階級であり、それ以外のナチ党組織では、スターマフアラーを用いた。例えば突撃隊では、SA スターマフアラー、国家社会主義自動車隊では、NSKK スターマフアラーといった具合である。また新衛隊も1934年以前は、SS スターマフアラーを使っていた。ありがとうございます。